はい、どうもこんです。今回はアンチョビットゲームムズガチエリアやっていこうと思います。さあ、ガチエリアパワー1970、このぐらいのパワーでね、しっかりと勝っていくことで X までの道がつながっていくと。さあやっていこう。相手の編成が北斎が要注意かな。この編成だと北斎要注意で、まあ射程が長いのがデュアカスのみと。さあ初動はライナムは右がドアンテ、正直右しか行くとこないよな。左も真ん中も行ってもやることがないんでね。さあライス玉打って、一旦ね確保していくと。オッケーオッケー。さあとりあえずのリードはしていく。相手これ雨降らしと合わさってエリア取られるかな一回。さあアーマー割ってこれやれそうだな。ほい、オッケー。さあこの距離しっかりやっていく。さあジェッパーはしっかり避けて、それは甘い。これはやれる。オッケーオッケー。さあダイナムはね結構ジェッパー、まあ狩られやすいけど狩りやすいからね。オッケー。さあ一旦エリアを取ったら相手はね右から来るだろうから右をしっかりと見ていく。これ北斎じゃない？あ、いるね。オッケーオッケー。さあしっかりと裏取りを警戒して北斎をやっていく。おっと、危ねえ。縦振りになっちゃったけど、なんとか当てていくと。ただナイス玉これ入っちゃったな。まあいいや、適当に打っとこう。オッケー。さあ、ナイス玉は適当に打って、もう一回北斎、オッケー。まあ、相打ちか。オッケーオッケー。もう一枚めっちゃ右から来るね。右から来まくる。まあでもなんかね、アンチョビの打開はやっぱり、右から来ますよね。だからまあ、裏取りをしっかりと警戒していくのが重要と。さあちょっとこれ自陣に入ってきてんな。2枚入ってきてるのはちょっとめんどくさいから左から行くか。左正直行きたくないけどね。さあ左いるね。あ、上に乗る。それやれそう。あれやれてない、マジか。あ、どこ行った。あ、いる。あー、やべ。今のはミスった。いやー、今のやりたかったな。てかナイス玉で倒せたかと思ったけど。さあ一旦ナイスナイスナイス確保。一旦ね確保してペナルティつけるの大事。さあただこれやれる。 OK。 さあそのジャンプはしっかりと買っていくと。さあ残り2分半。おっと北斎にやられてしまう。いや北斎な、意外ときついんだな。ライダーもダイナモはね、北斎に、狩られやすいけど、狩りやすい。まあ、ジェッパーと同じだね。さあ、残り2分で、カウントが進み始めてるから、ちょっと、どうだこれ、一旦、リードされるか？いや、取られたくないな、これ。ナイス玉でなんとか止めたい。間に合うか、これ。間に合え。あ、オッケー。なんとか、1カウント差で止めていくと。さあ、残り1分40秒。まあ、エリアはね、正直、いくらでも逆転の可能性があるから、しっかりとやっていきたい。おーっと、これはミスったな。これはしっかりとやりたかった。さあ、味方3落ち。これ1回取られるか。頑張れ、頑張れ。さあ若葉もやられてしまう。一旦全落ち入って、さあここからの打開をしっかりとやっていきたいね。おっと味方がジェッパでやられてしまう。いやーこれエリア止めたいけど2落ちか。おダブルナイス玉で OK。 北斎やってこのポジションはちょっと弱いな。しかもアーマーか。くぅ。アーマーだけは割っていくが。いや、アーマーなかったらやられてたな。これ、一回リードされそうな気がするな。いや、打開でね、ちょっと焦りすぎたね。1枚もやれずに、2枚落ちてたから。これはしゃあない。さあ、もう一回打開し直していこうと。さあ、残り20秒。まあエリアはね、正直しっかり敵を倒していけば逆転は全然あるから。
焦らずにやっていくと。相手もね、このカウントはかなり焦ると思うから。さあ残り10秒さあこれをエリアキープしたら勝てるぞ。大事なものエリアキープ力を見せていこう。さあ延長入っていつもやっていく。ナイスナイス、これいけるな。オッケー、ナイスリード。さあしっかりと逆転勝利していく。いややっぱりね、エリアはしっかりと焦らずに敵を倒していくことが重要と。ナイス勝利。いやーなんとか勝ててよかった。さあ10キル勝利、いいね。ナイス弾6回も入ってる。さあ OK ラインナイス。はい、続けてアンチョビットゲームズガチエリアやっていこう。エリアパワー2020、2000超えてきたね。2000回をしっかりと勝っていければ X までいけるぞと。さあ味方にリッターいんのか。リッターか、リッターどうなんだろうなこのステージ。さあとりあえずいつも通り右ドアンテ、ダイナモは初動は右。さあ初動は、まあ初動ね確保されるのは正直どうでもいいんで、相手をしっかりと倒していきたい。一発当てて、おっとなんか入ってきてんな。これは一旦避けるしかない。おっと OK ナイスナイス。さあしっかりと陣に入ってきてたローラをやっていくと。これきつい。雨フラッシュとボムとナイス玉に挟まれていくと。今のはしょうがないね、今のはしょうがない。さあエリア確保ナイス。味方が一旦2枚落ちて、これ左から行くか。まあ正直左ダイナモはねあんまり行きたくないんですけど、右に敵が集中してた場合は左から行くのもあり。まあ臨機応変にね。さあ味方が3枚落ちてる。確保は一旦するが、これまあ味方が復帰するの待つしかないね。オッケーオッケー。さあ相手が焦ってくれたからしっかりとやっていけたと。これ相手右にばっか行ってるから確保楽だな。さあ相手が自陣に多分2枚3枚入ってるけど、オッケーオッケー。さあまあリードはできなかったけど、まあ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 、ただまた3落ちか。これどうだ、めっちゃ攻めてくるね。絶対ここいるやん。あーマジか、これやりたかった。いや今のはやりたかったな。ナイスナイス。さあカウントがちょっと進みすぎな感じはあるね。さあリッターがいる分ね、ちょっと打開が難しいんだけど、しっかりとね焦らずにやっていくのが大事と。さあさらに2枚落ち、相手2枚落ち、ナイスナイス。こっちに飛んでくるね相手。これやっぱこれエリアを全然見ないタイプだな。自陣にめっちゃ突っ込んでくるけど、こういう時はマジで左ドアンテ、左で塗ってればどんどん進めていけると。おっとインク切れか。なんか今回の試合あれだな、インク切れが多すぎる。ちょっとインク管理をしっかりやっていこう。さあ2落ちナイス、2交換か。さあここでカウントをねしっかりと進めていきたい。一旦ストップされるが、右、これ相手右からは一切来てないんだろう。おっと、あープライムか。さあここで2枚やられてしまうと。んーこれカウント進めたいけど、おナイスナイス。相手がこれあんまりエリアを見ないから全然ワンチャンあるね。さあまた2枚落ちていく。下にローラーが潜伏と。まあ一旦確保されるのはしょうがない。 OK。 さあしっかりと確保し直していく。まあ正直ね、敵さえ倒せばナイス玉で即エリアは取っていけるので。いや竹はちょっと怖いな。 OKOK。 さあしっかりと竹も倒していく。相手3落ちないです。ここでしっかりカウント進めていこう。
さあ3落ちの場面ではダイナモもしっかりと前に出て詰めて相手のね打開を潰していくと。正直右見るのが安定なんだけど、相手あんまり今回右から来ないっぽいんで真ん中を見ていくと。 OK、 リードナイス、リードナイス。いや逆転したのでかいな。さあナイス玉で即カウントをストップさせていくと。これやりたかったけど、まあちょっと近すぎたね。今の局者でやれるようになったら強いんだろうけど。さあ残り30秒、あとこれナイス玉貯めるかな。残り20、確保でかいね。相手はもうこれかなり焦るだろうから、しっかりと打開を潰していったら勝てそう。残り10秒、相手1枚落ち、11交換。右にブラスター、おっと残り3秒。あーマジか、確保される。いや今のはやりたかったな。さあ延長入って一旦止めたら勝ちだけど、カウント的にはこれちょっと危ないな。さあただ焦りは禁物。右に1枚2枚、これみんなで左行く。さあただもう1枚やられてしまう。おっと危ねえ、これこれ、オッケーオッケー、ナイス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 。いや今のやられてたら危なかったな。なんとか縦振りで勝っていくと。オッケー、ナイス逆転勝利。いやこの試合は結構ヒヤヒヤしたけど、なんとか勝っていくと。ナイス、オッケー。あんまりキルは取れなかったけど、まあ動き的には結構いい動きができたんじゃないかと思います。さあギアはこんな感じです。